やー雨やんだ、超嬉しい。昨日の夜からね結構の雨だったんですよ。天気予報ではね朝方止むって言ったので、出発の時に降ってると嫌だなと思ってたんですけれども、あの日頃の行いがいいのでちゃんと止んでくれました。うん、今ね高速乗って中央道の八王子インター過ぎて、もうすぐ圏央道のジャンクションかな。うん、今日どこ行くかというとですね、長野県のビーナスラインに行ってこようと思います。いや楽しみ、今年初ですね。多分ねまだ寒いと思うんで、今はね20度あるので、夏服でちょっと着込んでるぐらいなんですけれども、あのトップケースの中にはね冬服とかねいっぱい持ってきました。電熱グローブとか、はい、舐めてるとね本当6月のビーナスラインは5度とかなりますからね。はい、で今日はソロではなくて、いつものメンバー集まっていただいております。でこれから富士のパーキングで合流して、まずは高持高原目指そうと思います。で高持高原ですね、私初めてなんですよ行くの。今までビーナスライン何度も行ってるんですけれども、ちょっとね離れてますんで、まずは高持高原目指して、みんなで向かってですね、それからまた、諏訪湖の方を降りてきて反対回りでビーナスラインの方を登っていきたいと考えてます。それでは待ち合わせ場所までバイバイと向かいたいと思います。皆さん今日はよろしくお願いします。今富士のパーキング下りですね、出発したところで、これから高ぼっちの方まで向かいたいと思います。さあ行きましょう。はい、じゃあ双葉サービスエリア休憩したんで出発します。はい、ETC 出口違うな、本線給油こっちだね。諏訪湖サービスエリア、諏訪湖サービスエリア出発です。ヌーベル梅林堂さんのくるみやまびこを一応お土産で買いました。抜けがけでね、抜けがけで一応帰り際お店寄りますからねちゃんと。うん、いくらでしょうね、割引ないから結構すごい。ああそっか、割引ないんだ、そうコロナのせいで、ね、書いてあったかな。4000円ぐらいすんじゃないのこの辺。4000円までいかなかったと思うな。あれバイクだから安いのか。ピロン3300円、結構するな。ガソリンスタンドはこれ左ダメでしょ。まっすぐまっすぐ、とりあえずまっすぐ行って、これダメだよね。で突き当たり左、突き当たり左。なんかガンダムにこんなのあったよね。何兵器、兵器最後の方あったね、あったね。だってガンダムの話してんのにトモさんが乗ってこないんだもん。そうだよねおかしいでしょ。いや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 、何この道いや涼しくていい道ですね。本当だ、なんかあれだよ、この前の月ぶりらいのテンション。ああそうだねまだ先、ちょいまだ先になってるの。あ、本当だ。トイレもあるよ。なんなん、わあ、何これ。ね、なんで。これでも砂利だよね。うん、砂利。どこまで行けんだろう。え、これ U ターンするの、これ似てんじゃないのこれ。これなんだろうね。ちょっと待って。え、でもあれ回るだけ。後ろのバイクの人も来てるから大丈夫じゃない。本当。後ろのバイクの人も分かってないんじゃないのこれ。来ちゃったけど俺。ちょんまげの人だな。あ、でも行った方がいい。あ、行けますよ。八王子ナンバー。突き当たりまで行っちゃうのこれ。先がゴールだよ。先がゴール。先ゴールですよね。あの人についてきゃいいんじゃない。うわすごい。なはすごい。いいとこ。綺麗。おお、来てよかった。おお、来てよかった。ほら。あれなんか、手振んないとカメラマンに。やべ、最後撮りですか。なんで最後まで撮ってくれなかったんだけど。
ていうかバイクじゃなかったんですよ。そういうことね。そういうことね。あれ漁師道にいる人じゃなかった。あ、ここ、ここ目的地。ここ目的地だ。ここ目的地だね。でもなんか、スカイラインはまだ先まで続いてますね。行ってみます、行ってみます。もうちょっと行けるとこまで。バイクの人行ったから大丈夫じゃん。じゃ行きましょう。うん。あ、ほんと眺め。すごいじゃん。これいいっすね。トモさんが絶対いいって言ってくれないんだもん。いやいや、いいね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 。今日、すごいね。この間の秩父よりはいいですよね、全然。ああ、そうね。確かに。あれは、あれはあれだったよね、本当に。最後まで理由が分からなかった、俺はそこに行った。確かにね。こんな感じなんだ。ああ、すごい。ああ、いいね。すごいね、電波塔も。あ、車来ましたよ、気をつけて。おーい。いいとこじゃん。ね、ここよかった。もうさ、いいとこ見つけますね。知らなかった、こんなとこ。結構でも有名ですよね。うん、え、そうここね、うん。ビーナスライン行ってる人はここ寄る人多いみたいですよ。帰りに行きますか。でも ここで終わりなのかな、うん。うん。ここじゃないですか。多分バイク。あ、もう入れます。どうか行っちゃった。これな、でもスカイラインはまだこの先までありますよね。うん、ある。でもこれちょっと見に行こうか。向こう景色良さそうじゃない。了解、うん、じゃあ駐車場いらっしゃる。はい。うわぁ景色いいよ。うわぁ本当だ、すごいなこれ。うわぁ山が綺麗。よくわかんないけど到着。あれ、あれこれやばいんじゃないの。何がウィンカーこれは脳幹ですよね。これはね、駐車場入ってるからこれの、これは駐車場だから農家でいいんじゃないですか。見間違いでちょっと言わんばかり見間違いしてますね。